サボイア・マルケッティ SM-85 は第二次世界大戦前にサボイア・マルケッティ社が開発したイタリア空軍の総発の急降下爆撃機である。イタリア空軍で最初の国産急降下爆撃機だったが飛行性能が劣悪な上に機体構造にも問題があったため生産機数は少数で終わった。SM-851936 年に イタリア空軍から出された急降下爆撃機の使用に基づいてサボやマルケッティ社で開発された機体が SM-85 である。SM-85 は短座、単用、総発の木製で、エンジンは 500HP のピアジオ P7RC35 を搭載していた。ダイブブレーキはフラップと兼用で、急降下時には主翼に対して直角に開くようになっていた。 爆弾は基本的には胴体内の爆弾層に格納されており、最大 800kg まで搭載可能だった。操縦席は乗員の視界を確保するため機種の先端に配置されたが、このために操縦席は地上からかなり高い位置となったために、操縦者は搭乗するときには機体背面部を歩きコクピット上部の窓を開け、乗り込まねばならなかった。また、 視界確保のため胴体下面にも大きな観測用の窓が設けられていた。1936年12月に試作機が初飛行したが試験の結果はかんばしくなかった。エンジンが非力なため速度性能や運動性能は当時の多国機に比べて見劣りした。特に運動性能は劣悪で急降下後の機体の引き起こしがスムーズにいかないなど、急降下爆撃機としては 致命的とも言えた。また、機体構造も軟弱で、爆弾搭載したままでは、足構造が弱すぎて着陸ができなかった。しかし、第二次世界大戦の勃発により急降下爆撃機の数を必要としたイタリア空軍は、とりあえずは本機を生産に移すことを決定し、32機が生産され、1940年に部隊配備された。しかし、部隊配備された機体は、 地中海沿岸の気候によって、機体の各部分が急速に劣化し次々に飛行不能となった。結局、配備されてから1ヶ月足らずで前期が使用不能になってしまった。その後急降下爆撃機は、ドイツのユンカースジュ87を使用することになり、飛行不能となった機体は、基地の地上固定目標として用いられた。SM-85 の改良型である SM 86も1940年に試作されたが、飛行性能は劣悪なままだったため2期試作しただけで、開発は中止となった。ありがとうございます。